ご存知かと思いますが、ここ東大阪市花園の競技場で来年日本開催初の、ラグビーワールドカップが、ね、開催されますけども、昭和4年11月日本最初のラグビー専用グラウンドとして誕生した花園ラグビー場、数え切れないほどドラマが生まれました。ラグビーの聖地がワールドクラスのスタジアムへと生まれ変わりました。日本代表対世界選抜にご来場いただきまして誠にありがとうございます。キックオフは19時、午後7時を予定しています。ご来場の皆様に感染ルール注意事項についてご案内いたします。次の行為は禁止といたします。オフィシャルプログラム、この後選手たちがフィールドに入ってきます。大きな手拍子で選手たちをフィールドに迎え入れましょう。カラフィオーフェンス、日本代表選手の入場です。 Please welcome the players of the Japan。
After discussing with the TMO, we had a World 15 score the try. The try scored by number 11, Tevita Lee.
was try or not。 テレビジョンマッチオフィシャルによります判定を行っております。グランディングがしっかりできたかを現在確認しております。TM オートの審議の結果、トライが認められました。 Discussing with the TMO is Japan's try。 トライは24番中村亮斗。本日の最終入場者数は16,846名でした。ご来場誠にありがとうございます。Today's number of visitors was 16,846. Thank you very much for your attendance. Release the ball by World 15. チャレンジマッチ2018日本代表対世界選抜の一戦は The World 15 wins with a score of 28-31.